中日立浪和義監督、54、が31日、キャンプを張る沖縄、読谷村、北谷町に表敬訪問を行った。訪問後、報道陣に対応した指揮官は2月中旬来日が決定しているライデル・マルティネス投手、27、について言及。家族といたいというところは大きい。今回は本人と話し合って決めました。自分も去年、了承してます、と説明した。昨季は開幕直前に WBC を終えたマルティネスと同じキューバ人投手、ジャリエル・ロドリゲス投手、26、が WBC 終了後に来日せず亡命報道も。そのままチームに合流することなく10月に契約解除され、今季大リーグ、ブルージェイズと契約した報道が出たばかりだ。立浪監督は、昨年の一件があったんで、ちょっと心配されてますが、リナレスと一緒に帰ってくるようになっている、と話し、同郷のリナレス巡回コーチと共に再来日する。絶対的守護神は、キューバ国内でも練習を継続しているという。指揮官も通訳らからの映像を確認済み、合流遅れにも、心配していない、と話した。マルティネスは中旬に再来日後に沖縄入りし、第3クールから合流する見込みだ。